1分半で学ぶ国史勉強、今回のテーマは抗体について見ていきます。抗体というのは簡単に言うと体内に侵入してきた敵にくっついて敵を弱らせてくれる働きを持っています。で、この抗体というのは白血球のうちの B 細胞というものから産生されていくんですね。 B 細胞というのは実はね、ヘルパー T 細胞の命令を受けて形質細胞とメモリー B 細胞、この2つに進化していくんですけど、抗体を生み出してくれるのはこっち、形質細胞の方です。これもね、結構模試に出てきやすいので、形質細胞が抗体産生を行うということを押さえておきましょう。で、抗体というのは具体的にこんな感じで敵にくっついて敵を弱らせてくれる中和という働きや、オプソニン化といって敵を食べやすくする作用があるんですね。で、抗体というのはこういうふうに Y 字の形をしていますので、なんかね、取っ手がついている感じになって鈍色細胞たちが食べやすくなるんですよ。これをオプソニン化と言います。で、そんな抗体なんですけど、実はね、結構勘違い屋さんで、抗体の影響によってリウマチ熱の後遺症で僧帽弁狭窄症になることがあります。どういうことかというと、リウマチ熱というのは溶連菌というバイ菌が感染することによって発熱してきます。で、この溶連菌をやっつけるために抗体がね、溶連菌にくっついていくんですけど、この溶連菌実は心臓と構造が似ていて、抗体ね、間違えて心臓にもくっついてしまいます。そのため心臓を攻撃していくので、炎症が繰り返していってしまって僧帽弁が分厚くなってしまう、つまり僧帽弁狭窄症になっていきます。これがリウマチ熱の後遺症で僧帽弁狭窄症になる理由ですね。続きはこちらの動画でご覧ください。